波繰り方繰り方、または、モールディングは、何らかの表面のつなぎ目を覆ったり装飾を施す、目的で使われる、様々な断面の細長い建材。伝統的に木材や石膏を削って作っていたが、プラスチックや木質材料でも作るようになった。古くは、建築でも彫刻でも大理石などの石を掘って、作っていた。クラウンモールディングを周り縁とも呼び、 天井と壁の境目に用いるため、裏面が直角に交わる二つの面に接するようになっている。それ以外のものは、裏面が平面であり、プレーンモールディングと呼ぶ。漆喰用使いモールディングを作る盛官の技法を、蛇腹引きと呼ぶ。なお、繰り方には、縦具などの装飾用に用いる、くり抜いた板という意味や、自社建築の組物の装飾という意味もある。 最も単純なモールディングは、材質や彩色を変えずに、建築物などに、光と影の縞模様を与える手段となっている。光と影によってその輪郭が目立つようになる。例えば、垂直な壁に髪型45度の角度から日光が当たっているとする。凹面系のモールディングがその壁にあると、その上の型は影になって暗い水平な縞模様となり、 下の方は明るい島になる。逆に突面系のモールディングでは、上の方が明るく、下の方が暗い島模様ができる。大面系のモールディングには、カベット、スコシャ、コンジなどがあり、突面系のモールディングには、オボーロ、イカイネス、トーラス、アストログルなどがある。声ぐり、繰り方のすぐ上に、卵状繰り方を配置すると全体として、S 字の曲線を描く。 このようなモールディングをオーゲー、または、サイマリバーサと呼ぶ。この場合、上と下に明るい島、中間に暗い島ができる。小エぐりと、卵状のモールディングを逆に配置すると、S 字の向きが逆になる。このようなモールディングをサイマ、または、サイマレクタと呼ぶ。この場合は、上下が暗い島で中間が明るい島になる。このような基本的要素を組み合わせることで、 様々な装飾を作ることができる。その種類の豊富さが古典建築やゴシック建築の中核を成している。装飾用モールディングは木材、石、セメントなどの様々な材質でできている。最近では新材に EPS を使い、セメントなどでコーティングしたものがよく使われている。このようなモールディングに関して環境や健康に害があるのではないかとの懸念があり、 ドロージアにいラの研究がある。サイクロペディアの中のテーブルオブアーキテクチュアにある様々なモールディング。ありがとうございます。